はい、どうも、サッカー卓球の二刀流西浦です。今回は、プロスピのペナントに続きやっていきます。リーグは3位でした。昨シーズン確か優勝してるんで、そうなるとちょっと残念ですね。自力優勝を消滅した西武は4位となってます。とクライマックスはボロ負けっすね。ホークスに敗れました。で、タイトルですね。藤田が最多安打取りました。深沢が最多奪三振。碓井47セーブ。ここら辺はいいでしょう。ベストナインは、郡司、藤田、石橋。ゴールデングラム、中村、初戦、藤田、フレッチャー。で、チーム成績ですね。中継ぎがだいぶ酷使されてるようですが、若いんでまだまだいけるでしょうって感じです。ただ11勝17敗、なんか、すごい投げてるけど、どうしたんですかね。よくわかんないっす。で、野手成績ですね。だいぶ良くなってきましたね。3割バッターもいるし、来季ちょっと楽しみですね。FA ですね。そろそろうちからも FA 出てもおかしくなさそうな感じはしますが、まだまだ平和にいってます。ドラフトですね。もう保守っすね、まずはもう。こんな選択肢余地ないんで。マイクのじゃなくて、で、マユズミ。よし、マイクマだと、あれっすね、サッカーっすね、セレッソ。今日は外していく。トーマ、行きましょう。たら、イースか、取りましょう。で、報酬取りたいけどもう終わってんだよね。それはもうしょうがないんですよね、これ。チーム定めっすから。調子取りますか、調子と。あとは、結構投手が取られた。この柳田。次のとこの人、こいつだけ取りますか。広瀬輝明かな。うどえ輝明。以上6名っすね。自由契約見ていきましょう。キャッチャー誰もいない。一応戦力外この3人です。もうちょっと年齢的な部分もありますね。大川はサポートが少ないっていう理由ですね。で、見せた通りこんな選手たちが戦力外になってドラフトで獲得しました。黒柳が西武行きましたね。とは誰か、コシラが、広島。で、村中が DeNA。楽天に岡留が行きましたね。これくらいっすね。今季の戦力がこんな感じになってますと。投手はね、結構育成して育ってきた部分はあるんですけど、なんといっても野手なんですよね。この格の選手たちはフレッチャーしか育っていない部分があって、他の選手、このテルヤとかがもうちょい上がってくればいいんですけど、主力候補に慣れてる選手がいなくて、そこがちょっとチームの課題では正直あるところです。ちょっと能力上げてなんとかしていきましょう。今季のオーダーはこんな感じですね。先発は
ある程度まとまってきて、この勝利の手意識はだいぶ盤石になってきました。で、野手がこんな感じですね。そんなにオーダーに変化はないかなと思います。まあちょっと外国人の入れ替えがありそうですね。今回の動画以上となります。バイバイ。終わり。